が専門医の平松です。今日は白内障手術受けるときにこれをしてしまうとすごく失敗しやすいというかな、手術が成功に終わらない、そういうことをお話ししようと思います。一応手術中も医者が注意したりとか看護師さんが注意したりするんですけども、事前に知っておくとああこうすればいいんだってすごいわかるんですね。なんですけどもなかなか医療機関ではそれが当日にならないとこう教えてもらえないってことが多いんで、ちょっとそれを一つ一つお話ししていこうかなと思います。1つ目に見ていただきたいのが、目をキョロキョロ動かしてはいけない。当たり前だと思うかもしれないですけども、ついついですねカチャカチャ音がしたりですねいろいろするんですよ。そうするとあれどこで何してんだろうな、ギョロギョロって感じでこう顔は動かさないまでも目はギョロギョロしちゃう人って結構いるんですよ。どっか切ってんのかな、ちょっと見てみようみたいな感じで。ですからそんな感じでキョロキョロ動かすとどうなるか、実際見ていただくとああじゃあこれ動かすと危ないなっていうのをちょっと感じていただけると思うんで、ちょっとじゃあ見てみてください。目をキョロキョロしてしまうとどうなるかっていうのをちょっと見ていただきたいんですね。こんな感じで左手の綿棒で少し押さえてるわけですけども、目がキョロキョロと動いてしまうとこんな感じでキョロキョロキョロとキョロキョロって動くの分かりますかね。そうするとね、薬入れたくても動くなーってなってなんとなく危ないなっていうのはちょっとわかると思います。もちろんその本当にひどい場合はこう押さえつけて動かないようにしたりするんですけれども、できればまっすぐ見てていただいて目を動かさないようにしていただけると、手術は安全に行うことができるので、キョロキョロしないってことなんですね。キョロキョロしないっていうのは難しいかもしれないですけど、一定数いらっしゃってですね、自分では意識してないやまっすぐ見てるつもりなんだけどキョロキョロしちゃうって場合はしょうがない。なんだけど、ついつい気になってキョロキョロこうやってしちゃうみたいなんですね。ですとやっぱりちょっと治療もしづらくなっちゃうのでキョロキョロしないでいただきたいんですね。こんな感じでですね、いわゆるこう目をキョロキョロ動かすと危ないっていうのはちょっと分かっていただけると思います。次にですね、キョロキョロ動かすっていうのはそんなに多くはないんですよ。一番多いのはですね、目をギュッとつぶろうとする人が多いんですね。よくこう白目とか出したりする人とかっているじゃないですか。ピスタチオとかのこう笑いグループとかいろいろいますけども、こう白目ってこうどうやって出すかっていうとですね、目つぶろうとするとですね、目がですねこうまっすぐ向いてるのがグッとこう上向くんですね。そうしてあげるとですね、本体まっすぐのまま目つぶって寝てしまうとちょっと開くだけで目乾いちゃうじゃないですか。だから上向いてあげると目乾かないっていう、それもあるんですけれども、そういう理由もあって目ってつぶると上向くようになっちゃうんですね。だから手術中目をつぶろうとすると目上向くんですよ。なのでじゃあ上向くとどんな風になるのか、ちょっとどんな感じで手術がしづらくなるのかっていうのをちょっと見ていただければと思います。これ見ていただくとですね、なんかこう目が上にてるのがわかるかもしれないですね。なんで上に行くかっていうとですね、人間っていうのは目つぶると目が上に行ってしまうので、こうやって治療をするとき目つぶろうとすればするほどこう上の方にちょっと逃げてしまうわけなんですね。これどうすればいいかっていうと、両目を開けてまっすぐ見ないんですけど、こうやってちょっと上を向いて、でこの方は上を向こうとは全く思ってないんですね。むしろなんか怖くて目をギュッとつぶってしまう、これがあんまり良くないことなので、ギュッとつぶってしまってはいけないっていうことをちょっと見ていただけるとなんとなくわかると思いますね。こうやってね、治療する時もどんどん上を向いてしまうわけです。こんな感じで、目つぶると手術しづらいなっていうのはちょっと分かっていただけたと思うんですよ。じゃあどうやって目つぶらないようにするかですね。例えば右目手術してる時右目を開けよう、これが一番分かりやすいこと。2個目の方法としては、右目手術してる時左目開けようとするんですね。いじられてる方の目って意識的に開けようとしてもね結構難しいんですよ。自分でこうやってごちゃごちゃしてる時にこう開けられるのかどうかなって思っちゃうじゃないですか。そうなので逆の目を開けようとすると意外と両目パッと開くものなので、ウインクとかじゃないですけれども片目ずつの方が難しい。つまり逆目を開けようと思うと両目が開くっていうので、両目を開ける、または手術する方と逆を開けるくらいの意識の方が目を開けやすいです。それでもどうしても目つぶっちゃいやすい人ってもいらっしゃるんですね。私緊張しいでどうしても目つぶっちゃう、そういう方は逆にですね、手術するちょっと前にですねギュッとですねずっと目つぶってていただけるといいんですね。そうするとですね、目の筋肉が要は疲労するわけですね。そうするとですね、目つぶれなくなってくる、要は筋肉疲労で目つぶれなくなってくるので、これも一つの方法なんで、どうしてもちょっと心配だなって方の場合はもう事前に目ぎゅーっとつぶっといて、はい手術スタートってなって目開けるようにしようってやると目つぶりにくいです。となるとやっぱり手術はうまくいきやすいっていう風になります。普通に手術するとどんな感じになるか、最終的にもう一回確認で見ていただければと思います。この方は特に目は動かない、今これ顕微鏡を動かしてるんですけども、分かりますかね、手術中ね、こうやって切ったとしても目が動かない、こうなるともうとても手術はしやすいってことなので、だからこそ目をあんまり動かさないでまっすぐ見ていただければ、手術はしやすいですよっていうことなので、これってなかなかその場では言われるんですけど、事前に知っておくとこんだけ動いたら危ないなってちょっと分かっていただけるかなと思いますね。こんな感じで、普通に手術をすると目つぶらない、動かさないってなるととっても手術しやすいっていうのがなんとなくこれ見るだけでも分かると思うんですね。白内障手術、お受けになる時はこういうような注意点があるわけですけども、私が特に注意していることとしては、患者さんにこれが分かりやすいように、口頭でもご説明しています。なるべくまっすぐ見てくださいとか、光を見てくださいとか、そういうところなんですね。じゃあ光を見るとどんな感じになるかっていうのを見ていただきたいんで、こんな感じで見えますっていうのがあります。ちょっと見てください、どうぞ。患者さん側から顕微鏡の光ってどんな風に見えてるかっていうと、こんな感じですね。結構眩しい光が入ってきていて、患者さんは瞳を開いているので辛いと思います。でも、この光をまっすぐ見ている方が手術をやりやすいんですね。目を閉じようとすると目ってこう上に行っちゃったり下に行っちゃったりします。その方がちょっと楽に感じますけども、まっすぐ見た方が手術はしやすくて、手術はスムーズに終わるってことを覚えてください。こんな感じで結構眩しいんですね。眩しいんですけど、眩しいところを見ないと、手術がちょっとしづらくなってしまうっていうのをちょっと覚えていただければと思います。これ、なかなか事前に口で言われてもわからないので、実際見ていただくってだけで、わかりますよね。もちろん目つぶろうが動こうが、正直我々が手術するとき抑えたりいろいろすればできなくはないんです。全然できます。できるんですけれども、より手術の成功率を高めるためには、医者だけの努力、看護師だけの努力じゃなくて、やはり患者さんご本人にも協力いただいた方が、はるかに効率的に、はるかに安全に治療ができるわけなんですね。で、なかなかそういうのを説明するのも難しくてですね、私もやっとこういう形でお届けすることができたので、ちょっとこれはかなり重要なことなので、ご本人だけじゃなくて、ご家族とか、知り合いの方が白内障手術を受けられるときは、ぜひちょっとこれ一回見ていただけると、ああそうなのねって、つぶっちゃいけなくてこうすればいいんだとか、キョロキョロしちゃこんなに危ないんだっていうのを分かっていただけると思うので、ぜひもし手術をお受けになる方がいる場合はちょっとこれ見して説明していただけるとすごい分かりやすいと思います。今日は白内障手術をより安全にするため、失敗しないために、あなた手術を受ける方ができることについてお話ししました。このように、白内障手術でまた緑内障などいろいろご説明することはたくさんありますので、他の動画であったりとかチャンネル登録とかをしていただけるといろいろこう見れますんで、見ていただければと思います。